ポンジの中、例えば、まあ、このスポンジ潜るともう塗ってもないからさ、もういるのかもわかんないじゃないですか。これ大きくしなかったら絶対バレないと思うんだ。もう絶対わかんないでしょこれ。はい、次はショッツル鉱山です。ショッツル鉱山はね、ここ塗らないで入ると、まあ、ちょっとプルプルしちゃうんだけど、ほらこれわかる、みんなわかんないでしょ、意外とちょっと埋まるんだよ土の中、すごいでしょこれ。これバレないんでおすすめ。ここね、モンガラキャンプ場は疲れると思うけど、ここです。ここがすごいおすすめ。ここね、ミスしたら落ちちゃうんだけど、あっち側から見えないんで、ここすごいおすすめです。こっちでも OK。 でもこっちだとね、ここから見えちゃうからね、やっぱりね、あっちの方がおすすめかな。ここがめっちゃおすすめや。ここもう一つはここ。このタイヤのとこです。このタイヤのとこが意外と見つからない。ほら。ほら、見えないでしょ？一応いるんよ。これ見えないでしょ？ここもおすすめ。タチオパーキングは、壁がね、結構濡れるステージなので、あらかじめこういうとこ塗っておくと、いい潜伏ができると思います。ここも、めちゃくちゃおすすめです。